沖縄、沖縄、沖縄。我々には沖縄を感じなければどうにかなってしまうタイミングがある。こってこてな沖縄料理を摂取し、細胞を沖縄の海で満たさなければならない時がある。創意工夫はいらない。こってこてがいい。全力で沖縄を受け止めに行く。そしてそのために絶対必要なものがこちら。今回はオリオンビール株式会社のご提供でお送りします。もう正直超ありがたい。これがないと始まれないし終われない。皆さんおなじみ三つ星かざしたおじい自慢のオリオンビール。それはもちろん沖縄生まれのビールであり、今や全国大半で手に取れるメジャーな存在となっている。しかしこれだけのラインナップが存在することを皆さんはご存知だろうか。定番のビールから IPA、チューハイに至るまで全てにオリオンの情熱が注がれ、沖縄を全力で体感できる仕上がりになっている。ということで一口飲んだらそこには、あれ？沖縄の海が広がっている。見える見える見える。そしてこれらを存分に楽しむサービスこそがオリオンビールの定期宅配サブスクになる。配送頻度も選べる3つのプランでこだわりの24本が自宅に届き、お家でいつでも沖縄を迎えることができる。定番の人気商品から限定品、新作もいち早く飲めちゃいますし、初回お届け時にはタンブラーがもらえたりといろいろ特典もあるのでチェックしない手はありません。詳細はぜひ概要欄をご確認ください。それでは早速ご飯もりもり作っていきましょう。レシピは正統派こってこてです。最近は沖縄のたくさんのおばあがネットに慣れてきているため、大量のおばあレシピが手に入ります。ありがたい時代になりました。ということでまずはラフテーと早期の仕込みから。今回ラフテーはどこでも手に入る皮なしのバラ肉を使います。ちなみにラフテーと早期にはこんな違いがあります。まあ一般的にはバラ肉のラフテーの方が安上がりに作れるかと。それではまず下茹でから。たっぷりの水を鍋に加えたら20分ぐらい炊いて臭みとアクを出していきます。それではこの間にお出汁も引いちゃいます。まあ、いろんな料理に使うんで2リットルぐらいあると便利ですね。使うのは鰹節、チックチックチックと削ってわっさわっさ入れちゃってください。もちろん顆粒出汁でも問題ありませんが、たまには自分で引いてみるとその美味しさにハッとします。それでは豚肉に戻りまして、アクが出なくなったら一旦お湯を捨て、恐ろしく気持ちに余裕のある方は肉を水洗いして掃除してください。まあ私は普段混ぜやりません。カメラが回っているんで肉と視聴者に愛想を振りまいています。そしたら本湯で、今度は青森と水で煮て油をがっつりと抜いていきます。さすがに青森入れすぎですが、小さいことは沖縄の身が全て流してくれます。そして確認の時は申し訳ありませんが圧力鍋使います。シューシューとやたり威嚇してくる恐怖を乗り越えれば時短にも節約にもなる優れものです。はい、1時間程度煮るとこんな感じ。油もしっかり抜けていい感じです。あとはこちらを適当な大きさに切り分けておきましょう。そして先ほどの煮汁3分の1くらいを占める油の層を取り除くと、豚の旨味が凝縮した出汁が取れます。これがマジでうまいんだ。それでは本番。肉に豚だしと鰹だしを加え調味をしていきます。砂糖はサトウキビの香りをしっかりと感じる黒糖と癖のないザラメをたっぷりと。これがラフテー早期の肝です。あとは濃い口醤油を分量の半分加えて煮ていきます。調味料は下味の青森と砂糖、醤油だけのドシンプル。だしと酒と醤油と砂糖があれば我々は幸せになれるんです。そして30分煮るとこんな具合にほんのりと色がつきます。ここに残りの醤油を加えて香りをつけたら、さらに15分程度煮込んで完成。時間に余裕があればフライパンでタレを煮詰めて浸すと、より色と味がしっかりとつきます。いやー、これはまさしくたまりませんな。しかし脂身から油をがっつり抜いたこの部分には一体何が詰まってるんでしょうかね。切れない。うわぁ。それではお次に沖縄そばの麺を打っていきます。ほとんど寝かせる必要がありませんし、正直乾麺とは一線を画すうまさなんで、ちょっと本当に1回でいいから休日にでも打ってください。ということで強力粉と重曹と少量の塩を混ぜたものに、卵と水を合わせた液体を数回に分けて加えていきます。あとはこれをひとまとまりになるよう混ぜたら、ボウルから出して10分程度しっかりとこねます。そしたらこちらにラップをして30分程度生地を寝かせておきましょう。はい、しっかりと生地に水分が馴染んでいるんで、これを広げていきます。まずは片栗粉を両面にしっかりとまぶしたら、麺棒でなるべく四角形になるように伸ばします。
厚みの理想は2ミリ程度、500円玉ぐらいでしょうか。まあ、生地は硬いんですけど、ちぎれにくいしくっつきにくいんで結構伸ばしやすいかと。はい、これぐらい広がったら内子の片栗粉をしっかりと振り三つ折りにしていきます。あとは幅6ミリ程度、通常のそばよりやや太めに切っていきます。この麺茹でるとそれなりに膨らむんで、結構細めの方が本場っぽくなるかと。あとはこちらをよくほぐし、さらに内子を振って軽く揉んでいきます。個人的には軽く縮れているぐらいが好みなんで、この作業はほとんどやりません。なお、すぐに使わない場合は袋にキッチンペーパーを入れ、適度な湿度を保つようにして保存してください。そしたらお次に先ほどのラフテーを使ってジューシーを作っていきます。ジューシーとは沖縄の炊き込みご飯のことで、一般的に味のついていないバラ肉を使用しますが、ラフテー多めに仕込んだら入れてみてください。もはや沖縄まで飛べます。それではまず水で戻した椎茸を細切りにしていきます。あとは人参も細かくみじん切り、米粒と大きさを揃えるとベリーグッドです。あとは豚だしと鰹だしに昆布、みりん、醤油を混ぜたもので米を浸し、ここに人参、椎茸、水で戻したひじき、それからラフテーの細切りを乗せて炊いていきましょう。もう待つのは約束された勝利です。それではお次にゴーヤチャンプル。そろそろゴーヤが安いシーズンに突入してくるので嬉しい限りです。うだるような夏は真面目にゴーヤチャンプルばっかり食ってます。ということで、主役のゴーヤはやや厚めにスライスしておきます。チャンプルーデビュー時には紙切れのように薄かったゴーヤも、今となっては立派な厚みになりました。このままいくと死ぬ直前にはゴーヤ3等分ぐらいの厚みになっているかもしれません。そしてスパムも厚めに切っておきます。もちろん普通のバラ肉で作ってもいいんですけど、やっぱりこの謎肉にかなうものはありません。この塩気と独特の香りが本当にたまりません。そして豆腐は木綿豆腐、上に皿を乗せて軽くチンするとこの通り、脱水できてより美味しくなります。まあチャンプルの豆腐は硬ければ硬いほどいいですからね。そしたら本調理、まずはスパムをカリッカリに焼いていきます。これはビューですね。もう一緒に焼かれていいと思えるほどビューです。そしたらここへゴーヤを加えましょう。まああんまり火を通しすぎると食感が楽しくないんで、すぐに余っていた鰹だしを加えちゃいます。そしてオイスターソースをほんの気持ち程度、オイスターソースとアンチョビは存在を悟られない程度に加えるべし。もはや遺言にしたいほど後世に残したい私の料理観です。あとは豆腐を加えて軽く炒めたら、火を弱火にして溶き卵を注ぎ入れます。この際ガシャガシャ混ぜると炒り卵になっちゃうんで、少し固まったらヘラでスーッと鍋底を撫でるイメージで混ぜます。そしてやや半熟といったところで火から下ろして完成。あとは余熱で火を入れ、お好みで鰹節をかけるといいアクセントになります。それではジューシーの具合も見てみましょう。いただきます。うわそしたらこちらはトッピングでネギを散らしておきましょう。それでは最後の戦い、そばの仕込みをしましょう。トッピングはラフテーとさっきのネギ、それからかまぼこになります。こちらは薄めにスライスしておきましょう。そしてお次は汁。こちらは豚だしと鰹だしを1対2で加え、少しの醤油、酒、塩で調味して軽く沸騰させます。あとはたっぷりのお湯で麺を茹でていきます。時間はだいたい20秒前後ですかね。浮かんできたらおしまいです。あとは碗に麺を盛り、そこへ熱々の汁を張ります。そしてたっぷりのラフテーとソーキ、かまぼこにネギを散らしたら完成。それではいざ実食。まずは味とパッケージをリニューアルした王道中の王道、オリオンザドラフトで乾杯しましょう。沖縄県産の大麦とやんばるの水で仕込んだその味やいかに。乾杯。もう好き、もうそれ以外ない。もうやっぱりクリアな感じでスッキリしてて、これぞオリオンビールって感じですね。最高ありがとうございます。それじゃあいただきます。めっちゃ楽しみうわうますぎる。ああ。
あのもう勢いで全部いっちゃうタイプですね、これ。え、マジでうますぎるな。マジでうますぎて、高齢グースを使うことすら忘れてました。あの高齢グースっていうのは、あの島唐辛子を、うん、あの泡盛で漬け込んだものになります。うんうん、うまい、うまい。いいっすね、ピリ辛で。うん、うん。いや、ちょっとやられたな、これマジで。マジでうまい。まあ、本当にあの沖縄とかその島々で食べる、うん、もう沖縄そばそのまんまです、これは。本当にちょっとハッとさせられました。本当に美味しい、これは本当に美味しい。うん、それではギンギンに冷やしたグラスとギンギンに冷やしたオリオンザプレミアムで。行ってきます。うん、うまい。まあ、切りよりはコクとか甘みとか酸味がバランスよく入ってる感じですね。でもオリオンらしさもしっかりある。めっちゃリッチなお味がします。うまい。じゃあジューシーいただきます。優しい。うん、うまい。うん、うめえよ、もう。マジでうまい。いや、そのゴーヤチャンプル豚バラ肉で作っても全然いいんですけど、その酒のつまみにするってなると、もう圧倒的にスパム、もうスパム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 。うわ、マジでうまい。ああ、いや、これは今日は記念すべき日になったな。いや、でもやっぱりそのね、お世辞とか抜きで、やっぱオリオンビールですよ。オリオンビール。ここはやっぱりオリオンビールで合わせないと話にならないから、本当に。うん。もう見てください、この貼り付けの呪いにかかったゴーヤとポークと卵、もう芸術ですよ、こんなん。うまい。では2本目はこちら。オリオン一番桜ですね。本当に沖縄の桜の花を使ってるんですね。キンキンですよ、キンキン。やべえ。あ、結構甘めです。結構甘め。桜のフレーバーもほのかに感じるし、なんか色も結構桜っぽいですよね。これは美味しい。なんかやっぱその季節物とか限定物はね、いいですよね。楽しいですよね。でも沖縄料理ってほんとすごいですよね。あの東京だとほぼほぼ一駅間隔ぐらいで沖縄料理屋さんあるわけですよ。なかなかそんな郷土料理屋さんなくないですか、他の都道府県で。何県がある？北海道もそんなにね、ジンギスカン屋とかないし、まあ、うどんとかをまあさぬきうどんとするならまあ香川の郷土料理ですけど、ここまでしっかりこう沖縄感が強くて残ってるってすごいですよね。まあ、それだけうまいってことなんでしょうね、癖になるというか。うん、沖縄シリーズ絶対にまたやります。絶対にまたやりますんで楽しみにしておいてください。それではありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。ということで、オリオンビールの定期宅配サブスク、非常に魅力的なラインナップですから、ぜひチェックを。詳細は概要欄をご確認あれ。それではまた。